俺のメニューについて来られるとは、やはりさすがだ。お前はどう思う？いや、今日お前に付き合ってもらったのは。ようやく見つけたぜ、真田昭彦。今まで世話になったが、今日こそ終わらせてやるよ。ここなら悲鳴あげても恥ずかしくないぜ。誰も来やしねえからな。本当にしつこい奴らだ。いつかの意気地なしの優男君も今度は逃がさねえからな。逃げても無駄だぜ。お前らこの辺の寮に住んでんだろ。女と子供もいたっけな。うう、心配だね。下がれ。俺が活路を開く。お前は逃げろ。俺の仲間に手を出そうというなら相手になろう。来い。てめえみたいに格闘技やってるやつが素人に手出したらどうなると。部活は活動停止、お前はよくて退学、下手すりゃ逮捕で人生終了だ。それでもいいのか。あ、確かに世話になった監督や部の後輩に迷惑をかけるのは忍びない。だがたとえそうなるとしても引くわけにはいかない。一生かけて償うことになろうと、全ての責任は俺が負う。なぜなら俺の拳は守るためにあるからだ。わけわかんねえこと。お前わかった。背中は任せたぞ。怪我はさせるな。お前ならできる。調子に乗んな俺。片付いたようだな。さすがにこの数だと骨が折れる。怪我はないか？二度と俺の前に顔を見せるな。もしこの先俺の仲間を巻き込むような真似をすれば。この騒ぎでは通報されてもおかしくないし、ここでは体が冷える。俺の部屋にでも行くとしよう。さて、茶でも出したいところだが、まずこいつを解かなきゃなら。ただの飾りじゃない。バンテージは拳や手首を守るものだ。守るばかりでなく、巻き方一つでパンチの威力にも影響する。俺の拳を生かすも殺すもこいつ次第。大事な相棒といったところか。まあとにかく適当にくつろいでいてくれ。今日付き合ってもらったのは、俺のやってきたことを知ってほしかったからだ。俺はあんな風に鍛錬を重ね、実戦の経験も積んできた。ある程度の自信もつき、結果も出してきたつもりだ。それでもあの宣告に恐怖している自分がいた。これまで積み重ねてきたものは無意味だったと怒りすら覚えた。前しか見ないと決めたのに、また弱い俺がいたんだ。俺は本当に強くなれたと思うか。その通りだ。どちらにせよ、どんな人間も
強くなったはずの自分が揺らぎ、弱さが顔を出すことがある。何かをつかみかけた矢先、また全て失うことへの恐れや怒りは抑えがたいものだ。俺にはその気持ちが痛いほどわかる。重い決断を任せた挙句、お前に辛い思いをさせてしまったが、純平を、あいつらを責めないでやってくれ。そうか、やはり強いな、お前は。とにかくあの場にいた者として、それだけ言っておきたかった。お前の決断がどうあれ、俺のやるべきことは変わらない。俺は多くの者と競い合い、ここまでやってきた。俺が鍛錬を無意味などと言ったら、そいつらの努力まで否定することになる。そんなことは絶対に許されない。すまない、取り留めのない話になったな。呼びつけた上に乱闘騒ぎにまで巻き込んだ。せめて今日の礼をしたいが。俺が特別に配合したプロテインが確かこの辺りに。まあ年賀状でも書くついでに両親のもとへ返そうと思ってな。この先どうなるかわからない。俺の手元に置いておいても。お前は不思議なやつだ。さっきの騒ぎでも思ったが、お前には安心して背中を預け、どんな窮地も乗り越えられると確信できる。俺はずっと誰かを守る力が欲しいと焦るばかりだった。自分を追い込み、誰かと競い合うことがその唯一の方法だと思っていた。そうやってがむしゃらにやって力がついたのも事実だ。だが今はここまで一緒に戦い抜いてきた奴らがいる。守りたいと思うと同時に、共に戦ってほしい奴らがいる。俺はお前たちがいるからこそもっと強くなれる気がする。俺はこれを手にできるほど強くて優しいかどうかはわからない。それでもこれは俺の原点であり、そばに置いておくべきものなんだろう。またお前に教えられたな。これはどこかに。あ、そうしよう。受け取ったぞ、ミキ。言ってくれる。ならば、挑戦者のつもりで戦うさ。俺は言葉で誰かを励ましたり、何かを伝えたりするのは得意じゃない。だが、戦う背中を見せることはできる。たとえ無様に這いつくばっても、何度でも立ち上がればいい。それが俺の先輩としての務めだ。見ていてくれ。そして、俺が必ず守ってやる。と言っても、お前には借りができてばかりだな。これからできる限り挽回させてもらう。まだきちんと礼もできてないしな。そうだ、せめて今日の礼をさせてもらうんだったな。うん、しまったな。プロテインは切らしていたが、他には。おう、このダンベルを持っていけ。待ってろ、今準備してやる。これは筋力に合わせて重さを変えられるタイプでな。お前の腕力なら
まずは8キロ、いや、10キロでいいだろう。マシンもいいが、やはりフリーウェイトで負荷をかけることも重要で。